はチェーンソーを使って木を切るっていうことを初めて挑戦したいと思います。使うのはこっちのちっちゃなマキタのかわいいチェーンソーなんですけど、これは女性でも持ちやすいと思います。こっちになってくるとエンジンで動くみたいなんですけど、重いので男性向きだと思います。力持ちの人はこれを使った方が多分早く切れるような気がします。それでは行ってみましょう。修行します。撮ってもらいました。お手伝いというより見習いさんって感じですけどこんな感じで枝を落としていきたいと思います。この虫誰かわかる人いますかね。ふわふわの綿毛の妖精のような虫がついてました。どなたかわかる方はコメントで教えてください。4メートルの脚立にも登ってみます。でもここからは乗っちゃいけないらしいので、ここまで乗れるんですが、広い。地上の皆さんこれだけです。降ります。マンゴスティンをお友達に持っていったら腐ってたので、発芽するかなと思って種をまきました。高温処理とか冷凍とかされていないことを祈ってまきます。1個は私が持って帰って毎日愛情をかけて育てたいと思います。